昨日の歯医者の結果、飲む薬がちょっと増えちゃいました。増えたのは、このロキソニンとアモキシシリン。アモキシシリンっていうのは調べたら、滅菌作用のある抗生物質。で、まあ、ロキソニンは痛み止めですね。で、こっちの3つが今まで飲んでたやつで、赤いのがメコバラミンでビタミン12。で、このベポスタチンっていうのは花粉症の薬。で、このアデホスコアは、なんだっけな。血管を拡張して血流を良くする薬だそうです。もう薬漬けの日々です。元ウサギが入ってたところ、ここ本当どうすんだろうね。取り壊しするにはあまりにも惜しい建物なんですよね。こんな感じで建物にいい感じにツタ、これツタですよね。ツタが絡まっててすごく、あ、映ってなかった。すごく雰囲気がいい建物なんですよね、これ。これも桜なのかな。ソメイヨシノの花びらが全部散っちゃって、ほとんど葉っぱになっちゃった後に咲いてるソメイヨシノよりも少しピンク色が強い、多分これ桜だと思うんですけどね。花が咲いてます。渋谷横丁はめちゃめちゃ混んでる。いいな、昼間から飲めて。YouTube やられてる方みたいですね、ストリートミュージシャン。中田プロストリートさんっていう方みたい。なんか IKEA の前がめちゃめちゃ混んでるけど、何これ、入場制限かかってんのか。ダメだ、入場制限かけてるみたいだ。残念。 IKEA また今度来よう。あ、なんかゆるキャラっぽいのがいる。映ってるかな。渋クマ。はい、渋クマって言います。どうもこんにちは、ありがとうございます。あ、大相撲いいですね、ポケット。渋クマくんでした。で、西武でお買い物です。鉄腕アトム見えますかね。これ確かインベーダーズっていうアート集団が作った、まあ、本当はやっちゃいけない、いわゆる落書きアートの一種なんですよね。で、西武で買い物した直後の動画が全然撮れてなかったかもしれない。一応買い物が終わって帰ってます。覆面パトカーだ。何年か前は渋谷の駅前のスクランブル交差点の人のにぎわいを避けるようにタワーレコードの方まで来ればちょっと人の混雑は少なくなってたんですけども、宮下パークができてからこっちにも人の流れができちゃってて、なんかすごいな人が。じゃあそろそろ録画を止めましょうかね。今日も何も起きない Vlog でした。こんな何も起きない Vlog を見ていただきありがとうございます。よろしければ高評価。あ、何も起きない Vlog だったんですけど、何か起きてます。何か起きてますっていうか、割と大変なことが起きてるような気がするんで、ちょっと回り道して帰ります。さっきの覆面パトカーはここに来たんかな。
何やら物々しいことが起きてそうな、そんな気配。パトカーやら白バイやらがたくさん止まってて、何かやってますね。何が起きてるかまでは分かんないと思うんですけど、なんか すごいな、白バイとパトカーと覆面パトカー、あ、これ白バイとかちゃんとモザイクかけないとまずいな。それでヤジ馬の人も結構いるな。何が起きてるんだか全然わかんないですね。全然わかんないんで、あんまじろじろ見るのはやめときましょう。さて、本当にカメラを止めましょうかね。なんか最後の最後でちょっと物騒な出来事が起きてそうな、そんな雰囲気なパトカーとか白バイでした。ということで、今日も Vlog 見ていただきありがとうございます。よろしければ高評価とチャンネル登録をしていなければチャンネル登録などをお願いいたします。それではまた。なんかサイレンがあちこちから聞こえるんで、なんか不安を誘うんですけれど、何が起きたんでしょうね。マジで物騒なんですけど、何が起きてるんでしょうね。